5月5日、上の子を学校に送っていって、下の子を迎えに行く間に、グロッサリーセリアウトレットに行ってきました。まずはこちらです。元々が9ドル99が、1ドル99になっていたので、2つ買ってきています。ベーコンは、元の価格が1つ7ドル99が、2つで5ドルだったので、2つ買ってきています。はい、このチキンの餃子は、8.7アース入っていて、 一つ、元々が5ドル99って書いてありました。それが97セントになっていたので、6つ買ってきています。もうこれ夕飯にしちゃおう。温室きゅうりは普段1本2ドル99って書いてありましたが、4本で5ドルです。サラダ作ります。ほぼ必ず買うグラスフェットの牛のひき肉。元が10ドル99って書いてありました。それが4ドル99です。はい。レッドオニオンは3ドル99が1ドル99。 これはさっきのきゅうりと一緒に使って、ひよこ豆のサラダ作ります。これは普通の玉ねぎ3パウンドで、えー、2ドル99でした。元が4ドル99です。イタリアのパスタ2ドル49が1ドル49。なんかそんなに安く感じないですけど、5つ買ってきています。パスタはもう結構すぐになくなります。はい、このプラントベースのボロネーゼパスタソースは、元が9ドル99って書いてあるんですけど、3つで97セントだったので、 物は試しに買ってみています。この韓国のカップラーメンは1つ4ドル99が2つで1ドルになっていたので4つ買ってきています。はい、このタピオカ粉で作ってある幅広い麺は、この間値段見ないで買ったら美味しかったんですね。で、後からレシート見たら2つで1ドルでした。 これはですね、お店では1つ2ドル79とか書いてありましたが、ネットで見ると1つ5ドルぐらいします。2つで1ドルなので、これ全部は見せませんが、16個買ってきました。これはさっきのこの麺と同じ会社が出しているホットポット、鍋のつゆの素ですね。2ドル29が1ドル29になっていました。そんなに安くないけど、なんかちょっと辛くて美味しそうなので、私白菜買ってあります。大根もあります。 何か鍋を作ろうと思います。このマカロンはフランスじゃなくてベルギーのです。ここ書いてある通り他のところでは4ドル49が1ドル99ということなので2つあったの2つ買ってきています。ブルーコーンのチップスですね。これすっごい大きいバッグに入っています。16アウンス。チップスで1パウンドですね。 元が4ドル99が1ドル99ということなので2つ買ってきています。サルサは自分で作ります。オレンジは1袋5ドル99が2ドル99になっていました。それぞれに3パウンド入っています。うちは柑橘系の消費量が多いです。このホールトマトの缶詰は4ドル49が2つで1ドルです。4つ買ってきました。というわけでですね、今日5月5日のグローサリーアウトレットでの買い物はこんな感じです。支払ったのは 89ドル21セント。今回は食料品しか買っていないので、税金はかかっていません。で、驚きの節約価格。282ドル84セントの節約です。以上です。